2011年3月20日、アルペンスキーワールドカップにて、手にしているのは優勝トロフィーと日本へ向けたメッセージ、イビザ・コステリッチは、クロアチアのアルペンスキー選手、イビザ・コステリッチとも表記される。妹は、アルペンスキー選手のヤニツァ・コステリッチ、ユーゴスラビアザグレブ出身。子供時代は、父の指導の元妹のヤニツァと共に、テントや車で寝泊まりしながら、 スキーの練習に励んだ。回転を得意とし、妹との同時優勝を飾った2003年のアルペンスキー世界選手権を、はじめ2002年、2011年のアルペンスキーワールドカップの回転種目で優勝している。2002年、ソルトレーク式オリンピックに出場、大回転で9位、回転は途中棄権。2003年、ワールドカップの記者会見で競技に向かう自らの、 心境を、その数日前に見た映画の、ソビエト連邦に突撃するドイツ兵のそれに例えたため、親な知的発言とされて、問題となり、謝罪のコメントを出す騒動となった。故障もあり、戦績が振るわない時期が続いたが、2006年に、トリノオリンピックに出場した際は複合で、銀メダルを獲得、クロアチアの男子選手としては、初の冬季オリンピックでのメダルとなった。このか。 鳥の大会では回転で6位、スーパー大回転は31位。翌シーズンのワールドカップでは、スーパー複合で優勝した。2010年のバンクーバーオリンピックでは、複合と回転で2個の銀メダル獲得した。複合は2大会連続の銀メダルである。この他、大回転では6位、スーパー大回転では16位、格好では18位とすべての種目で20位以内に入っている。 2011年、アルペンスキーワールドカップで、総合優勝及び回転、複合で、シーズン優勝。2014年のソチオリンピックでは複合の、銀メダル獲得、通算4個目のオリンピック銀メダルとなった。ギターが非常に得意で、表彰台に上がった際には、他の選手らとミニライブを開くことも多い。ありがとうございます。